ようやく天才カードを手に入れたので、今回しっかりと持ち込んで天才カードと、あといつか来るであろうパネル転生に備えてラッキートレジャーカード国際金持ち込んではいるものも、まだこのシリーズパネル転生に出会ったことはないというね。その他選手の設定はこのようになってます。一発撮りで最強選手を今宵こそ作ることはできるのか。いやー、あんま期待すんな。もう自分自身に期待してないから、もう諦め気味やで、初期能力、やっぱ天才カード使ったら強いけど、そんなに強くないんだよな。もうちょっと飛び抜けた天才に出会いたい。始まりからこんな天才だと、なんかあと全然いいことを期待できないじゃん。まあでも天才なんでね、普段より能力が高く宝箱もあるので、いきなりラッキートレジャーカードの効果発揮できるんちゃうか。どやどやどや。野球偉人伝、いやこれ新野球偉人伝が入ってて欲しかったんだけど、ラッキートレジャーカードの効果は発揮されず、まあそれはパネル転生ステージで発揮する予定なんでね、これから出会う予定の、だからそこで発揮してくれたらいいんですよ。でこのステージ、うわなんで帰り道にこれがあるかな。もうここにあったらこう遠回りするしかないじゃないか。でもこっちから行ったとしてもどの道体力下がるんでね、もうならしゃないね。あの帰り道の赤符もその前にハテナがあるから、あここで体力回復のであれば、うわキュー、うわめっちゃ下がったね。回復した分ちょっと下がるのかなと思ったら、その倍下げていきやがった。クソ腹立つわ。いきなり体力減少イベントで気分が悪くなってますけど、いやもしかするとこの先気分のいいことがあるかもしれない。例えばステージ2パネル転生、あない、ないですね、いつものようにね。じゃあ気を引き締めてやれることをやっていきましょう。勝木、あそういやこんな選手もいたな。すっかり影薄くなってんな。本気名前聞いたことねえわ。いたっけそんなやつって感じ、ジャイアンツファンのピーマンからしたらね。でステージ2まだ選手下にいるから、君は31番の松原。何くれる？守備能力上げてくれるだけかい。特殊能力よこせ。せっかく出会ったんだから、もう出会うことないんだぞ。でどうしようかな。青残ってるんだけど、シャフル踏んだらばらけるしな。もうここはちょっと諦めて次のステージ行く。まあ手返しよく早く行きましょう。だってこの先パネル転生ステージに出会えるかどうかわかんないですけどね。もしも出会えるのであればチンタラコンタラする理由はないんですけど、出会えないからね。なんで出会えないんだろうね。もうそろそろ確率的に出会えてもおかしくないような気がするんですけど、まあ難しいゲームでね、出会える時出会えない時っていうのが差が激しいのよね。出会えない時にいくらやっても出会えないんですよ。まあ今回もそうなんでしょうね、きっと出会えない時なんでしょうね。おっと宝箱2つ目登場。これ全部取りましょう、もちろんね。まず1つ目ゲットだぜ。中身、おおラッキートレジャーカードの効果働いて2と一気に15上がる。そらいいや。でもう1つの価値はちょっとこっちから行こうかな。派手なパネルもいっぱい踏んでいかないと、この無地をね輝かしたいんですよ。って言ってたら体力下がる。もうそれいらない、いらないのにいつもくれるよね、そのイベント。中身野球超人ね。よっしゃ全体能力アップ。2倍はだいぶいいんですけども、いやいやでもこんな選手じゃあかへんのよね。この時点でもっと高みを目指さないとダメなんだから、ここで満足しちゃダメだし、そしてこの先に繰り返しになるがパネル転生はあんのかな。ないんだねわかるわもうあの黒い幕がなんかもう下がる前にわかる感覚で、あ来ないんだっていうことが、もうそんな事前に分かっとる話やからね。もっともっと前、俺が生物として誕生する前からもう分かっとったことやから。アイカードとしたラッキートレジャーカードを来たるべき時に持ち込んだんですけどね、備えて。残念ながらその来たるべき時の前に落とすというね。まあ彼に関しては動きを止めれたので、これはもちろんあって体力回復といきましょう。威圧感いら、あーまあ威圧感くれてもよかったんですけどね。まあここは体力回復で、で選手これ容体感お前もおったな、そういやこんな選手おったなって感じやな。なんだ、あ、戻った宝箱、なんかやたらと出現してくれるね。でもラッキートレジャーカード今手元ないんで、できればある時にもっと出現してほしかったかな。それが本音。野球人ね、いや、特殊能力も結構ついてるし、いやいや、いい感じですよね。能力もオール C やから、今やってる栄冠内に交流選手欲しいわ。絶対優勝できるね、こんなやついたら。まあ、無駄なたらればですけど。まあ、全体的にバランス力上げられていってるなだけに、パネル転生が第5ステージであるのであれば、最終ステージであるのであれば、ちょっと面白いと個人的に思うんだけども、思ってるんだけども、その期待に応えてくれるのかな。どうなんだろう、あ、来ないね。分かった。もう今の時点で分かったから、もっともっと前に分かってたんでね、これもね。ということで、なんか赤もやたらと多いこのステージで何を頑張れというのか分かりませんけど、とりあえずやれることやっていくわ。このまま終わったとして何の価値もない選手なんでね、もうこれわざと彼に目をつけられましょう。ロックオンを刺して引きつけてはめる、それが理想的な展開やな。でもちょっと待てよ、初動の動き間違えると彼に吹っ飛ばされる危険性がある。これはまずはこっちやね。あ、姿を変えたね。これに変えたからこそより体力回復が狙えるよ。はめれたらね、どうなんでしょうかね。行ってみよう。お、逃げる、今
カメレ出たよね。確か目と目見つめ合ってなんかキスする距離感でしたよね。でも俺今吹っ飛ばされてるんだけど。でもちろんあの体力の中こんな状態の彼に吹っ飛ばされたらこの後分かっていることが一つあって、それは死ですよね。体力ゼロ。やらせてください。1枚目のカードはラッキートレジャーカード、2枚目はこのシェンロンカードを持ち込もうと思う。持ってるとちょっぴりいいことがあるので、そのちょっぴりいいことに期待してこの2枚のカードを持ち込んで、ちょっとシリーズのルール破綻してるような気がするけどね。まあ、ちょっと動画の尺稼ぎじゃないですけど、何の見せ場もなかった1発目だったんで、2発目特別に今回だけやろうと思います。さっきと違って初期能力はだいぶ低いですね。天才カードがないから仕方がないじゃないか。まあでも凡人でもいいんですよね。シェンロンカードのおかげで途中でいいイベントがあって、それにもよって上に行けるみたいな展開を期待してる。うわ、なんでラッキートレジャーカード、何、もしかして今シェンロンカードの効果だったってこと？いやいや、いらないいらない、そんな効果この先もっともっとシェンロンカード働いてね、じゃないとダメよ。まあいきなり無地パネルが青く輝き始めたんで、これはこれでええけどな。ただね、ああいうカード重複とかいうクソみたいなイベントは誰も求めてないから、そこは怒ってくれんなよもうって感じだけどね。お、レインちゃん、いや、シェンロンカード効果発揮しまくりやんね。形はどうであれどね、求めてる形ではないにしろね。3連発でいいこと言うけど、おえーい、スラッキートレジャーカードのおかげで伸縮力超人伝の能力アップ。で、このステージまだやれることはあるぞ。青パネルを踏んで、踏んで、踏んで、強くなって、こんな感じで終わって、ステージ2迎えて、そして引き続きシェンロンカードが働いて、次あるんじゃないの？あ、ない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 。これも分かった感覚でね。あ、そう、ここでないのか。もう、できればほんと来るのであれば、ここで来てほしいんですけどね。パネル転生が第5ステージで来るとか、一番求めてない展開なので。できればこの辺で来てほしいと願う気持ちとは裏腹に来ないのよね。あ！死んだ！急な裏切られ。シェンロン何しとんねん、お前。どうやら今回最強選手を作ることはシェンロンでも叶えられない願いだったということらしいですね。じゃあもうこれ以上やる意味はない。これで終わりです。